ラーメン新店特集。新店特集2023でございます。来ましたね、はい、今年も来ました。いや昨年結構ね、いろいろラーメン店オープンしてるんで。ああそうっすよね。ちょっとできればね、この2月日で片っ端から、うんうん、片っ端から行っときたいなと思いまして、はい、この第1弾本日来てますのがこちら、ドン、出ました、品そば満作。去年オープンしたばかりの新店となっております。さあただね、こう今見て、はい、見渡す限りね、周り田んぼ、あすごい、この新潟の原風景って感じですね。そう、原風景見ながら食べるラーメンもいいんじゃないかということで、うん、でも品そばですからね。ねえ、そうですよね、品そば好きですもんね。僕大好き、品そば品そばといえば、滋賀県みたいな、ね、そのイメージないよ視聴者の方は愚か、別に僕の周りもないよ。行きますよ、じゃあ、おじゃあ、はい、早速、はい、今回も撮ってますんで、先ほど撮りましたんで、行きましょう、行きましょう。ということで、はい、食券ですね。品そば、うんうん、チャーシュー麺、ネギラーメン、うんうん、あ、めっちゃ詳しく書いてある。品そばとか調べた感じだと、もう品そばがめちゃくちゃ美味しいらしいんで、うんうんうん、じゃあふーちゃん、品そば行きます。行きます。じゃ僕、これこそチャーシュー麺行こうかな、じゃあ。いやいや、よく見たらね、はい、説明文見ると、はい、チャーシュー麺は品そばとちょっと違う感じになってると、はい、いうことなんで、やっぱ代名詞は品そばなんで、はい、やっぱメインはふーちゃんに行ってもらおうかなと思ってるんで、僕はあえてちょっとサブチャーシュー麺行こうかなと思ってますけど、チャーシューたくさん食べたいわけではなく、ではないですよ、もちろん。あとチャーハン、お店のツイッターにチャーハンがさらに美味しくなりましたってつぶやきがあったよく見てんな。でもその僕も食べたいじゃん、そしたら。あ、じゃあさ、半チャーハンってやつあるから、これ一個ずつ頼もうよ。いいっすね、うん、品そば半チャーハン、これふーちゃんね、はい、で僕がチャーシュー麺とチャーハンね、これちょっと指で書かれてるんですね、半チャーハンね、はいはい、行きましょう、はい、出しましょう、出しましょう、すいません、お願いします。物理的に考えて、まだこのお店を味わった人はそんなに多くないわけですよ、うんうん、歴史ね、老舗のラーメン店に比べれば、そうっすよね、まだ1年も経ってないぐらいのお店ですから、うんうん、まだこう知る人は少ないわけじゃないですか、うん、スピード感、今年はちょっとスピード感重視したいな、重視していきたいな、ね、つってもこのお店もね、オープンしたてとはいえもうすぐ1年経ちますからね6月ぐらいです、そうっすね、そんなにスピード感ないよ、うん、あ、来た、おいしそう、うわわ、これ間違いないやつ、はいはいはい、おお、ありがとうございます、おお、来た、おお、ありがとうございます、おいしそう、これ半なんだ、結構な量ある、ね、いいね、まあもちろん僕のもね、ありますけど食べますか、食べましょう。いただきます。いや、これはふっちゃん、はい、間違いないやつきましたね。もうビジュアルがもうやばい、全部うまそう、スープね、いいね、この澄んだ色、ね、あー、すんごい深い味がしました、深い味きた、海の幸系感、魚介っぽい風味が感じられました、すんごいあっさりしててめっちゃうまいです。そしてそのもう麺がね、はい、すごい綺麗、上品に綺麗に盛られてる麺いきますか、おーおーおー、サメ、あ、麺いいね、うん、めっちゃサラッと食べれます、サラッといけた、海の幸系のスープと細麺で、ほんとなんか海の中泳いでるみたいなんて、なんて、海の中泳いでるみたい、うん、泳いでるみたい、そのぐらい海感が強い、うん、海感めっちゃ、でもこういやらしい海感じゃないから、うんうん、すごい爽やか、何をいやらしい海感なんか生臭さとかそういうやつ、あ、なるほどね、はい、なるほどなるほど、うん、僕の想像力が足りなかったということで赤いというか、何の赤さなんだろう、紅麹を使ってるっていうのを小町のサイトに書いてありました、小町のサイトにね、僕らの情報源ね、新潟小町ですけどね、いた、一口でいったよこれ、うん、すごいさっぱりしてます、ほんのり甘くてお肉の旨味がじわってくるんで、ご飯とも合いそう、チャーハンいきますか、はい、おーおー、すごい湯気、あ、そう、パラッパラ、パラッパラだ、うんうん、あ、やばい、香ばしさマックスだ、香ばしさマックス、うん、見るからに香ばしそうじゃないですか、マ
ジで香ばしいですよ。いや、そのままじゃん。茶色いから濃いかなと思ったら全然そんなことなくて。あ、そうなんだ。はい、理想のチャーハンかも。あ、具の細かさもなんかいいね、うん、米と一緒に一体化して。そうそうそう、一体化して口の中でなんかみんなダンスパーティーしてる感じ。あ、とびさんか。竜宮城になった。竜宮城になった。ダンスパーティーか。そう、ダンスパーティー。海が加わってね。そう。じゃあいただきます、うん、いや、これは楽しみだな、うん、まずスープだけ。まずスープね。本当、びっくりしますよ。あ、本当だ、ちょっと確かに海が広がった。海ですよね。意外と魚介なんだね、これね。そうそうそう、醤油かと思いきや、うんうん、それよりも海っていう、うん、飲み物きたでしょ、うん、飲み物ラーメンきたよ。飲み物ドリンクラーメンラーメンドリンク、まあ、どっちもいいや。甘さがいい甘さですよ。チャーシューです、うん、めっちゃうまそう。一口いきますね、うん、僕なぜならね、6枚あるんで。じゃあ、いただきます。ちょっと甘い、うんうん、ふうちゃんの言う通り甘い。ちゃんと歯ごたえあるのに、うん、なんかホロホロ崩れるというか、不思議な食感ですね、うん、うまっ。チャーハンもちょっと食べてみてくださいよ、うん、これこれ、うん、いいんすか、これ本当に言っちゃって僕みたいなもんいいんですか。いただきます。うん、うんうん、うちはこれ、うん、理想のチャーハンでしょ、うん、世の中の人が思い描くチャーハン多分これだと思います。美味しいチャーハンを思い浮かべてくださいって言ったら多分これです。いや、これになりますね。うまっ。あとあの緑のやつ乗ってるじゃないですか、うんうん、生海苔、うんうん、スープに溶かしてお楽しみくださいって箸入れに書いてあるんで、ちょっとこういう感じで見えづらい。海の感じが増しますね、うん、日々こうやって新しいお店ができてるわけ。どういうの？そうですよ、結構行ってないところあると思いますね、去年できたやつで。そうですよね、行きましょうよ。今こうやってる間も新しいお店ができるかもしれない。そうですよ、どっかでどっかでこうやってトン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 。いや、うちゃん、はい、食べました。結構お腹いっぱいですね。めちゃくちゃお腹いっぱい、うん、いや、美味しかった。いや、美味しかったです、うん、後味もなんかいいんだよ。しょっぱい感じにならないじゃん、口が。あ、そうそうそう、サラって。そう、なんかちょっと甘みが残ってる、程よい気持ちいい。ね、なんかラーメン食べたとじゃないような爽やかさです。爽やかさ。竜宮城、これが。いや、これ竜宮城じゃないですか。なんだよ、竜宮城って。味の食リポで竜宮城って何なの。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。美味しかった。ということで、シナそば満足行ってきましたけれども、原風景が広がるだけにね、うん、風めっちゃ強い。見て、こんなに旗なびく。これ、ね、営業中なのがすごい分かりやすくていいですね。そこ前向き、ポジティブ。なんで行ってなかったシリーズも継続して行うんですが、はい、新店シリーズも、うん、ちょっとね、やっぱ継続していきたいなと思います。いや、新店だいぶ溜まってますから。溜まってるんで、皆さんもぜひちょっとなんか新店、ここ行ってないよっていう新店あればね、あの、教えてほしいなと思いますので、ね、コメント欄に、はい、そちらもどし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 、うん、お願いします。ください。ということで、ここまで見ていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録といいねもお願いします。お願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。チャーシュー麺しかできない、この贅沢なことチャーシュー麺しかできない。ちょっとそれ見せつける。お待たせいたします。マジか。